ザ・稲妻戦隊です。どうもどうも、ドラムの久保博之です。ボーカルの井中です。聞こえたか。ギターの山田拓夫です。ベースの中田俊也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。声高かったね。今ね、はい、世の中ではね、声の高いバンドが売れてるらしいんですよ。結構ボーカリスト高い。いや、僕普段から練習しようかなと思ってしないで、ね、そのための初めての一歩を今踏み出したところです。なるほど。そんな稲妻戦隊ですが、札幌スクールオブミュージックとダンス専門学校の学園祭に行くことになりました、はい、ということなんですよね。これが7月19日ですね、はい、行くんですけれども、うん、どんなライブにしましょうね、学園祭で。だから声の高いライブですよ。ダメです。もうキーキー言って何言ってるかわからない。稲妻戦隊に声がかかったってことは、ジョーヤの普段の声を求められてるのね。でもバンド進化しますんで時代に合わせてなんで、声の高いもキーキー言ってね、もう、うん、ちょっと PA さんもピッピー言うなっていう、こうやりづらいなっていうぐらいのライブをしたいなと思います。じゃないでしょ。やっぱりね、もう全力投球ですよ、はい、学生の情熱に負けない全力投球したいなと思っております。はいね、学園祭といえばすごい皆さん思い出になるはずだからね、うん、だから一生懸命ライブやって、皆さん思い出に残るような高い声出さないで。いや、だから高い声はいいからね。だから稲妻全体一生懸命やらせていただきますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。無料となってますので、ああ無料、皆さん来てください。お願いします。